こんにちは、こんばんは。アキラックスこと、照山やです。この番組は、ビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指し、撮影のノウハウや撮影機材の話、編集ソフトや最近の映像業界事情など、分け隔てなく喋り切っていく映像系ネットラジオです。ということで、今回は、ルミックスの GH6、今、どうも品薄だっていうことを聞いていて、まあ、正直言うとですね、 なぜここまでに GH6 受けたのかなというのが純粋に思っていてまあもちろん1位レビューアーとしていやこれはすごいものが出てきたかなっていう印象はあったんですが言うてもマイクロフォーサーズというマウントフォーサーズセンサーっていうものにどれだけ今このフルサイズセンサーがものすごく台頭している市場の中で受けるのかなっていうそういう部分は少なからずあったんですよね。 そんな中で非常に GH6 が受けているということはどういうことだったんだろうっていうまあ純粋な疑問とあとはルミックスっていうのはどうしてもこう比較的こう高い年代に受けてるんじゃないかなみたいなイメージもあったりしてこれからのこう若い世代の方々にマイクロフォーサーズとかねルミックスっていうのはどういうふうに映っていくのかなっていうのが気になっていてそこら辺をぜひこう僕よりできれば若い方と 一回ちょっとガチでお話ししたいなと思って今回 GH6 のレビューアーの中で熊沢光太郎さんっていう方がいらっしゃるんですけれども前から気になっていて一回こう対談してみたいなと思ってあの彼にツイッターの方でメッセージさせていただいたら快く対談を受けてくれたので今回はルミックスそして GH6 のことについてあの徹底的に熊沢さんとお話ししてみましたので まずはその音源をどうぞ。テルヤマです。熊沢です。よろしくお願いします。お願いします。あの実はずっと前から結構あの、はい、フォローさせていただいてまして。こちらこそでございます。それでまあ、はい、先日あのユーチューブの方で、はい、ビデオグラファーにとってのルミックスカメラの優位性。 っていう題名で。はい。まあ、結構なことを、あの、おしゃべりになってたじゃないですか。<laughs> そうですね。はい。もう、あれ、聞いて、僕、あの、なんか、勝手に、あの、シンパシーを感じて。はい。これは、いよいよ、あの、しゃべりきるレディオに、ゲストで出てもらえないかなと思って。はい、すいません。はい、あの、善は急げで、メールをしてしまったという。いや、もう、あの、光栄です。本当に。 すごく僕は S1H をメインで使っていてでその S1H を、まあ、購入したのは発売から多分1年経ってぐらいだったんですけれどもはい、はい、その購入する時やっぱちょっと情報を拾いに行くじゃないですか。はい、どんなスペックなのかなであったりとか。 えー、でその以前は GH4 を使っていたんですがなるほど、はい、GH4 から全然 GH5 だったり 5S に買い換えることなく、まあ、ちょっと資金的にちょっと買い換えることはできなかったんですがちょうどこうお金に余裕ができた時に S1H の情報がふっと入ってきて、うん、<laughs> お金ないと言いながらめちゃめちゃ高いカメラに行くという <laughs> そうなんですよねなんかたまたまいろんな仕事がこうガッと集中した時期がありまして。 はい、あれ変えそうじゃねっていう時に思います <laughs> 僕結構儲かってても「S1H どうしようかな」って二の足踏んでましたよこれはあのだから責任を誰に当てつけるかっていうとまあ本当に初めてこう対話させていただいてるのに恐縮ですけどさ僕のあの記事がお役に立ったとあの プロニュースの記事ですかね。読んでいただいたのは多分、はい、そうです。あ、そうですよね。まあ、2回に分けて、はい、あの時は書かしていただいてで一番最初はですね。実は発売前の時にプロトタイプだったんですけれども。はい、僕結構現場で使わないと分かんない人なので、はい、もう思いっきり cm の現場にいきなり投入したんですよね。はい、そう、それを使った記事だからこそ、結構。 個人的には響く人には響くだろうなと思ってガッて気合い入れて書いた記事が一番最初の記事だったんですけれどもその後に某有名撮影監督の方がカメラテスト S1H でやるから「はい、照山君も来ない」って誘われて、はい、とある現場に行ったんですよ。はい、その記事を書いいいた直後ぐらいかなはい でその時に回転角度リニアノンリニアは変えられるんだけれども、はい、どうたらこうたらみたいなえの文句を知ったかぶって僕がその現場でで、はい、<laughs> なんんか喋ってたんですよね <laughs>、はい、その撮影監督の周りの仲間の人たちが結構若手がいっぱい来てて、はい、で「いやー俺いろいろこうメーカーに行ってんだよ」みたいな。 風を吹かしてたわけですよ僕が <laughs>、はい、<laughs> いろいろメーカーに行ってんだけどさなかなかみたいなことを言ってたんですよね。はいはい、でその後みんなでお昼とか食べ行って、はい、でその後お昼ご飯食べた後にじゃあ俺ちょっと次の予定があるんでっていうんで、はい、おいとまさせていただいた時に、はい、なんか一緒に飯食ってた若手の人が、はい、後ろからこう走ってきて、はい、名刺を渡すんですよ僕に。はい、えって思って。はい それが誰だかわかります名刺名刺を渡したところに、はい、パナソニックっていうロゴがあったんですよ若い州ってことですよね中西さんですかね <laughs> 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 怖って思って <laughs> 怖って思って俺散々さ,んんさっき文句言ってたよねみたいな <laughs> もうねその瞬間に、いや,やめてくださいよって、<laughs> いや、マジで本当、心臓止まると思ったんで、やめてください,い、ね、そこが本当にもう、じゃあ初めて、中西さんとお会いにな,なられたうそうですね、あの彼と初めてあのお会いした、非常に、あのー、 思いい出深い場面ですね僕にとってはものすごくこうセンセーショナルな出会いですよね <laughs> センセーショナルですね <laughs> 最後の最後で後ろから追いかけてきて「あのさっきご挨拶忘れちゃったんですけど」って、はい、俺普通のそこら辺の,あの撮影監督の,あの下で働いている若造と思ってたんですよ僕、はい、失礼な話ですけど、ね、大変失礼な話ですけどもいやいやいやでも中西さん<で>ちょうど僕の1学年上なので 同年代ぐらいですよね多分ね、はい、僕が32歳なんで今年33になるんですけど僕そうですかはい、早生まれで同じ平成生まれだっていうのをちょっと聞いたことがあって本当にもう同世代なんですよねだから若造ですよいやんかメーカーの人をねこれを出しちゃっていいのかなと思うんですけどもや、はいまあ、今ほら、はい、フロント版で今出てきてるんでそうですねはいまあ時効かなと思って今あの喋ってるんですけど <laughs> でも<う>なんか面白いですよねそういう裏話 そうかでも熊沢さんとそうですよねほぼ同年代でで僕も熊沢さんすごい若手の方だなって印象はあったんですよ。はいなのになんか知ってることがすげえぞって前から思っててこのビデオグラファーにとってのルミックスカメラの優位性ってこの前喋っていたことでも。はい まああの僕がその記事にまさに書いて必ずね最後指名の言葉として使っていた「これもミラーレスの皮をかぶったシネマカメラだよね」っていう言葉を必ず書いてたんですよはい <laughs> そしたらまあ熊澤さんもこれは世にはシネマカメラなんですよっていうことをおっしゃってたじゃないですかあのちょっと言っちゃいましたね <laughs> 言ってましたねいや、はい、いや僕はもちろんそれですごくシンパシーを感じて「あ同じことを考えている人いるんだやっぱり」 僕はマニアックだけども、はい、なんかすごいそういう風に考えてくれる人いるよねって思って、うん、うんうんって聞いてたら、はいあの、開口一番に出てきたのが、シャッター開角度、そこみたいな、<laughs> あそこ <laughs> そっちかーって思って、はい、意表をつかれたんですよ、僕実は。あ、本当ですかこれ、うん、これ聞いてて、僕がシネマカメラというゆえんは、はい、シャッター開角度が、<laughs> 使えるところってあそこなんだと思って、はいうん、そこでその斜めの角度からグサッて僕のところに刺さってきたから <laughs>、はい、これちょっと一回離さないとなって思ったんですよなるほどですねそこに目をつける若干30歳の方がいるんだと思ってはい、まあ、僕もあの話をこうする中で一発目に。 なんかどのお題も持ってこようかなっていうのをすごく考えて無制限記録ってまあ他社のカメラ使ってる方でも知ってるルミックスのすごく強みかなと思ったんではい、はい、その辺からポップに行こっかななんていうのも考えたんですけどそ,その流れは違うなって思ったんですねだ、はい、かそれはもう後付けでもいいかなっていう感じがして <laughs> じゃあ何がこうそもそもそのシャッター改角度を知らない人にも興味を持ってもらえるんじゃないかなと思って。 そっから行ってみようかなっていうのがちょっとっいやその切り口は正しいかどうかはわからないですよ <laughs> <laughs> ただ僕には少なからずすごい刺さりましたねいやーよかったですってもう照山さんに刺さったんだったらもうそれでいいいかなと <laughs> <laughs> いや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 でもそこだから多分熊澤さんってなんか、はいうん、なんていうのかな 広く一般にっていうところを無理に攻めようとは思ってない方だなとは思ってるんですよなんとなくおっしゃる通りです、はい、でその考え方は僕にも全く同じことが言えて、はい、僕もどっちかというとそっちなんですよねはいまあ逆に言ってしまうとあんまり広く一般にこう考えるのが面倒くさいというかうそういう気持ちもあるのかもしれないしほんの10%ぐらい天の邪の部分もあるのかもしれないし 僕90%ぐらい天の若かもしれないまあ <laughs> 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 まあまあまあありますよねあの、はい、少なからずルミックス使ってる方って若干天の若な部分はあると思うんですよ少数派と言いますか <laughs> はいはいなんか周りいっぱい使ってるからいや俺そこに行きたくないなっていう人たちが割と、まあ、集まっている嫌いはありますよねあります <laughs>、うん ただまあ使っていけば使っていくほど、うん、ルミックスってや,やっぱすげえなって思う部分っていっぱいあるじゃないですかありますそこにはまっちゃうんですよねはまっていっちゃいますねはい、あ、いろいろなこところで一致してると思うんですけど意見が、はい、すいませんそもそもね今バーってこう熊沢さんとお話始めちゃったんですけれども、はい、多分これ初めて聞いてる人熊沢さんってどんな方なんだろうって僕と同じで気になってる人いると思うんですね はい、なのでちょっと自己紹介というわけじゃないんですけれども、はい、おそらく熊澤さんって、うん、僕が聞いてる話だと、はい、ガチのその叩き上げで映像からやってきてる人じゃなくてもともとミュージシャンで自分の PV とかそういうのを作りたいから自分で勉強して映像にはまってったって理解してるんですけどそれであったんですかね、はい、大体。おっしゃる通りでございます。 どういった音もともと元々は、まあ、広く言うと J−POP ですね。<laughs> はい、でまあ,あの中学校3年生ぐらいにアコースティックギターを友達の親父からもらいましてフォークギターですね。で <laughs> それで友達に兄貴がギターバンドやっててロックバンドやっててその友達もギター弾けたんで <laughs> 教えてもらったりしながら弾けるようになったんですよね。 はいはいでも全然その芸能に進む気なんか一切なくてまあ専門学校あの医療系のハリキューの専門に進学し東京にえある学校に <laughs> そうなんです、はい、専門学校が浅草橋だったんで浅草橋までの定期を持ってるわけじゃないですか <はい S 2> そうするとそれこそあの川崎出たりとか蒲田出たり品川出たりとかはいはいいろんなところにこう行くようになったんですよね休みの日に。 でいろんな町に行くと路上ライブっていうのやってるんですよねはいはいで僕もまあアコギをも引いてたもんですからついつい立ち止まっちゃうわけですよそういうのを見てて聞いたりしててなんか本当に浅はかなんですけど俺もでできんんじゃねえかなって思ったんですよ <laughs> あわかるなそれ <laughs> 僕の映画を撮れるんじゃねえかなって同じ感覚ですね多分ね <laughs> 多分近しいものがもしかしたらあるかもしれないです <laughs> なんかなんか路上にギターを持って立つだけでなんか高く飛べる気がしたんですよ <はい S 1> それだけでなんか特別な存在になれるんじゃないかなっていうなんか気がしていてでまあやっぱハリキュー 僕スポーツトレーナーになりたかったのででもスポーツトレーナーは国家資格がないからハリキューで国家資格を取ってまあ世間的にこう認めてもらえる資格っていうのを保持した上でスポーツの現場で選手をバックアップしたいなっていう裏方思考で入ったんですけどやっぱ目立ちたいなっていうのもあって180度回転しまたね。なんですよ。 いやなかなか高校っていうかそれでねハリキューっていうかそのスポーツトレーナーを目指してハリキューっていう発想がまず一般の放たれた高校生から生まれてくるのかなって、はい、これが中学校卒業時点ででもう決めてたんですよね、うん、あのすごくお世話になっているハリキュー師の先生がいらしてなんか人間の体って面白いなっていうところからちょっとその深みにはまってってしまってあ俺も先生みたいになりたいなっていうのを中学の卒業くらいから。 ちょっっと抱くようにななてていて、うん、なるほどそれでそっちの方向に行こうと思ったら、ね、路上ライブにはまったとそうで最初は見るだけだったんですけどあのとある女性シンガーの方なんですけどみんながこう CD 買ってサインもらったりとかしてる列に並んで僕メモ帳持ってるんですよ。で CD 一応買うんですよねお話ししたいから。はい、で CD なけなしの3000円とか払って。 サイン書きますかって言われて、いや、あの教えてほしいことあるんですけど、路上ライブってどうやってやったらいいんですか、許可いるんですか、機材何使ったらいいんですかみたいな、ぶかーってゴリゴリに質問して、<laughs> <laughs> あやりたいんだ、君なんて言われて、いろいろ教えてもらって、はい、で機材買って、やろうと思って、まあ、若干19歳、20歳ぐらいですかね、スタートその世界に、はい、するっていったと。 入っっってて楽しくなっちゃったんですよねもうメジャーを完全に目指して、まあ、今,今も目指しているってことですか、えっと、その当時はものすごく、えっと、メジャーを目指していて、はい、でちょっとずつ、まあ、メジャーに行く意味とか求められることっていうことにちょっとずつ大人になって気づき始めてまあ,あのよくある階段ですねそこははいでそのそれこそ、うん、あのお仕事なので納期に曲を収めなければいけないとか 妥協の産物ですもんね、ああいうのって。はい、やっぱどこかでこう区切りをつけなきゃいけないところってあるじゃないですか。でそこに長時間合わせられるほどの技量はないし、でそもそも売れるために活動するのも間違ってる気がして、うんだから自由気ままにできればいいんじゃないかなってちょうど思ってた頃に、はい、カメラで食えるようになっちゃったんですよ。<laughs> あの。 一個言っていいですか。はい。まあ僕の、あのー。トークの。はい。こう持って言い方も、まあ。原因なんですけど。はい。前振りめちゃめちゃ長い、長くなっちゃいましたよね。<laughs> そうですね。<laughs> ここで、ここでやっと映像が来たかみたいな。そうなんです。だからもともとやっぱ音楽だったんですけど。<laughs> なるほど。ちょっと間。ちょっとごめんなさいね。ちょっと、巻き戻っていいですか。はい、いつ映像が入ってきてたんですか、はい。そうなんですよね。そこなんですよ。<laughs> はい。 <laughs> どこにも今映像の話出てこなかったですよねはい出てこなかったんですけど、えー、まあ、えー、っと最初は路上を始めましたで、えー、本格的に音楽をやるために、えー、っと僕はあのなんか両方二ついっぺんに同時並行っていうのができない人間なので専門を中退しましたはいで音楽一本で食っていこうって決めて一人暮らしを始めました<ー>はいで並行してニコニコ動画にあのボーカロイドの歌ってみたとかをアップロードし始めてたんですよねあはいはい はい、でに、えーと、ニコニコ生放送とかもウェブカムを使って顔出しとかでやってたんですよ。で、その後ちょ YouTube の方がちょっと人気出てきたぞっていうことになって、YouTube の方に流れていたんですよね、はい、でそこで、多分今後、自分でセルフプロモーションをするためにカメラが扱えるようになって、それこそ今で言うと、このセルフポートレートを自分でできて、アーシャを撮れたりとか、 はい、セルフで MV を撮ったりとかドキュメンタリー撮ったりとか、うん、自分を発信するツールとしてコーヒーな映像を出すことができたらきっと差別化できるんじゃないかなって思って、うん、おおそこで初めて、えー、とビデオカメラを買ったんですよねちなみに一番最初買ったものは何ですかえとキヤノンのアイビス HFG20 っていう、はいはいはい、アイビスですね、はい、なるほど、はい をまず買ってで、はい、ちょうどタイムセールがあったんでオリンパスのペン、はい、EPL6 でしたかねオリンパスペンを買ったんですねはいでそれで写真を撮りたいと思って買って、はい、でそれでこう自分をかっこよくその人が撮ったように撮るにはどうしたらいいんだとかうん、うん、そもそも写真は何から撮ったらいいんだとか、まあ、ビデオカメラの方でも でコ,ツコツこう自分でなんかビデオブログ今,今みたいなことをあの自分をプロモーションするために「あの今日はライブ行ってきました」とかって言ってライブで共演した楽屋とかを映したりとかちょっと自分が演奏してるとこを映したりとかっていうのをちょっとまとめて編集してみたいなことをやってたら「はい、あのお前カメラ持ってんの今度 MV 撮って」みたいなことが始まったんですよ。それは仲間のミュージシャンにってことですかに なるほど。でも最初あれですね、はい、今ちょっと聞いた感じ、はいあの、オリンパスペン買った時点で、はい、マイクロフォーサーズの素地はあったんですね、そこで、多分。ちょっといろいろ調べた結果、扱いやすいっていうのをどっかで聞いて、ちなみにちょっと、巻き戻りますけど、そのライブを撮ってた頃っていうのは、そのアイビスで撮ってたんですか。はい、アイビスススでで撮ってましたあなるほどオリンパスペンパペはもう完全にスチール用で 動画はあんま撮らなかったって感じだったんですね。あんま撮んなかったですね。うん、うん、で、ライブを撮り始めてやっぱステップアップしたいって思った段階で次のカメラに多分行くと思うんですけども、はい、それって何だったんですか。それがキヤノンのイオスセブン D です。おお、なるほど。マーク2ではなくて、はい、えっと初代セブン D。初代セブン D ですね。おお、持ってましたよあ<の>僕もあ。本当ですか、はい。はいはい、もちろん。 なるほど。それで、えっ、ー、と、キャノン機に一度流れて、はい、すいませんね、これ多分、本当はね、はい、ちょっと前振りが長すぎて申し訳ないんですけども、今日本当は一番熊澤さんと実は話したかったテーマがあって、はい、なぜここまで GH6 売れたっていうことを、ちょっとお互い話したくて、<laughs> マニアックに。はい はいうん、本当はその話を行くまでに今もう1時間ぐらい喋ってますよきっとね。そろそろちょっとこう時間的に本題に入っていきたいなと思うので、はい、えとちょっとかいつまんで、えー、聞かせていただくとじゃあそのミュージックビデオをまずそのキヤノンの 7D で撮り始めました。はい、どの辺からあれですかそのちゃんとしたその映像お仕事として始まったのっていうのはどの辺りからなんですか えーとその 7D 使い始めてそんなことをしていたらプロのカメラマンが仕事を流してくれるようになってきたんですよちょっと俺いけねえに言ってやんだけどお前いけるみたいなあなるほどはい,はい穴埋めみたいな感じでそれは動画のカメラマンっていうことですかそうですね動画が多かったですそれはブライダルとかではなくてあではなくて、えー、と <うん S 1> また全然知らない、えー、と <うん S 1> 顔見知りではないミュージシャン なるほど音楽系がやっぱり多かったってことですかで紹介してもらって行って、はい、それでなんか初めてこう割ときちんとギャラをいただくっていう経験をし始めてそういうのを受け取るようになってからなんかすごく責任を感じるようになってちゃんとあのプロの人の仕事を見たいなっていうことでその仕事を紹介してくれてたカメラマンにあの無料で帯同して現場見せてくれっていうのをし始めて。 実際にミュージックビデオを撮影している現場を見せてもらったりとかライブ収録するためになんかこう必要な機材その当時やっぱ一眼レフって30分制限あるし熱で平気で止まるしっていうのがあったんでセブンディも結構止まりましたね止まりました本当に泣かされましたね <laughs> ラ,ランプマークがこう点滅し始めて <laughs> はい全然もう、はい、ちょやめて頼む頼む頼むあとあと1曲みたいな <laughs> 結構ありましたけどまあなんかその外部レコーダー使うとまあ 多少熱持ってくくれるるし30分制限はなくなるよとか,かいろんな現場に帯同させてもらってでそ,それまでにその必要なその露出の知識とかっていうのはえと蓄えてはいたのでただそこで現場で知らない言葉が出てくるのですぐメモしてすぐ調べてとかっていう、はい、そこがすごいですよねだって一番最初の出会いの話そのミュージシャンになるきっかけの話も。はい <laughs> メモとペンを持ってったところから、はい、ちょっとこの人違うなっていう感じですよね <laughs> ちょっとまあうんと1から10までちゃんと知りたいというかああなるほどそれがだから今回の話とかその今の熊沢という,こう人物を作り上げてるんですねきっとね熊沢大谷さんっていうい,、はい、いやもうねめちゃめちゃマニアックかついやマニアックっていい意味でですよ、はい、あのなんで こんなに若いのにここまで知ってるんだろうって、うん、普通の同年代の方が言うことじゃないんですよね結構言,う言ってることがだから前から僕ねこの人ちょっっっとおかしいなって思ってたんですよでもすごくあの嬉しいお褒めの言葉ですねだからちょっとね牽制してたっていうのは正直なところですねこ、えー、かそう,そうなんですかあのあいい意味でですよはいなんかなんかこの人怖いなって思ってましたぶっちゃけ 怖いっていうのは、えーはい、なんか僕が不意にこう、なんかコン,コンタクト取ったら。はい。こう、いや、おめえみてえなの来んじゃねえよみたいな。<laughs> いや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 ,いや,い,や,い,やい,いや。本当に、え、なんでこんなことまで。調べってるんだろうとか、知ってるんだろうみたいなことが多かったんで。はい、まあ。ぶっちゃけで、僕チキンなんで、結構ビビってたんですよ。熊沢さんに対しては。はまあ、正直。ただ、はい、なんかその、きっかけは、御苑の兄貴がね。はい。 ああクマちゃんねみたいな、はい、クマちゃんって言ってました、<laughs> ギュインさん。そうなんです <laughs> あのちょくちょく配信遊びに行かせていただいたりとかもしてて、はいあまあ、ツイッター上でリプライのやり取りとかさせていただいたりとかしてて、はいはい、一回僕の生放送、僕、たまにゲリラでやるんですけど、<laughs> そこに遊びに来ていただいたりとかはいはい、はい。そうだったんです、いや、だからその、はい、ギュインさんが、ああ、クマちゃんねみたいな感じの。<laughs> <laughs> フランクな感じで話されたんで当時熊澤さんのアイコンが結構挑発で覚えてらっしゃいます挑発でんかそのね威圧感が僕の中でちょっとあったんですよ本あですかすいません本当に若干怖いなって思っててはいああこの人ガチな人だって思ってたんですいやいやいやもう本当にねもうそれがこういやいや議員さんのお話聞いてあなんかすごいいい人なのかもって思ってもしかしたらちょっとアプローチしたら あのお話できるかなって思ってそしたらこの前僕のツイートにあのーコメントしてくれたじゃないですかはいあこのスタンスでいけるんだと思ったんで今日僕ボーンってぶっ込んだんですよあもうねお話ししませんかって人にこうリプライをする時にあの例えばツイッター上でリップする時とかもなんかファーストコンタクトがこのツイートに対してのこのリップでいいんだろうかっていうのをすごい考えちゃうんですよあでもね僕全く同じタイプです僕もあっほですか、はい お互いだからそういう感じだったんですね、つまり。はい。だ照山さんと絡むんだったら、この話題じゃねえな、みたいな。いや、俺もそれね、めっちゃ考えちゃうんだよな。いやありがともしかすると、とう相思相愛だったのかもしれない <laughs> 相思相愛ですよね。はい。いや、だからもう、これはもう一回話してみるしかないなって、もう、ビビってきたので、まあ、特にこのね、 僕はシャッター改革度が切り込むのかっていうところがめちゃめちゃ面白いなこの人って思っていやいやごめんなさいちょっと話また脱線しちゃったんですけども話戻すとそうやって熊澤さんが映像で今度食う流れになってきたと思ってこれどこであれですかね EF マウントからこの GH に行くことになるんですかね それがですねまあその、えー、と仕事を紹介してくれるカメラマンに帯同していろんなところでこう面通ししてくれるわけですよライブを撮る仕事がめちゃめちゃ来るようになったんですようん、うん、でまあ 7D 使ってるからいろんな事情があってバッテリー交換の時間が必要だったりとかっていうことで、うん、最初セットリストを確認してここで交換しようここで交換しようここでメモリを交換しようとかっていうのを最初やってたんですけど、はい、とあるチームに参加した時に 俺止まんないからバッテリー交換不要っすみたいなことを言ってる人がいてお<ー>。おなんやこいつみたいな思うじゃないですか。はいな。え、何どうやってんのみたいな。俺にマウンティングしてきてんのかってちょっと思ったんですよ。はいはい。でも僕の性格的にし <laughs> 知らないことの方が恥ずかしいので、すぐ聞きに行ったんですよ。<laughs> 何ていうカメラを使ってるんですかってで、出てきたのが GH4 だったんですよ。ああ、なるほど。はい。そういう経緯だったんですね。そ,うすそれでそこ買ったんですか 僕も取いたんですけどあれバッテリー1本で3時間ぐらい回りましたね当時ねはい3時間ぐらい回りました <K> しかも 4K そう 4K なそうなんですでその後で知ったんです 4K 撮れるとかそういうのはああフレッシュで良かったって感じだったんですその時の感覚はなんか画質関係なくてだけどとにかくその止まらないしバッテリー持つしっていうのがもうすごく響いてすぐに買ってでその後に 4K だ っていうのとかセンサーサイズが、えー、とマイクロフォーサーズであるということだったりとかそもそも、えー、とパナソニックっていう会社が作ってるっていうこととかをなんか後々知るというかなるほどそこが GH との出会いだったっ、ね、出会いですねはいそこから結構じゃあブランクがずっと GH4 を使ってて GH5 を買ったってことですか次いえ GH4 のまんまですまんまずーっと言ってました ずーっと来てたんですね。じゃあ、はい、7D と GH4 がずっと2もう二大体制で、えー、っと、はい、スチールを 7D で撮って、うんうん、ムービーを、えー、GH4 で撮るっていうような2大体制でずっと行ってました、はあ。それなのに、僕もちょっと躊躇するぐらいのあの S1H を買ったってことですよね、つまりね。ドーンといきなり。はい、です。はい。はあ、一番の理由は何だったんですか一番の理由は、 所有欲です最高のフラッグシップを手に入れるっていう、<はい S 2> なんかそんな感じですか。そうですね、ずっとやっぱプロ、プロとしてっていうところで、<うん S 1> これは音楽でもそうだったんですけど、いい機材であるに越したことはないというか、カメラで言えばフラッグシップですね、とか、大三元とか。 例えばカメラはバックアップも含めて2台持っとけストロボも2台持っとけで第三元は揃えておけ、うん、これでえと商業写真も営業写真も両方撮れるよみたいなななんかなんとなくのなんか定説みたいのってあったりするじゃないですかうん、うん。でその時になんかまあキヤノンで言えばキスはダサいでしょプロが持つカメラじゃないよねみたいのがちょっと先入観としてあったので。 でえっと、周りにバカにされることが多かったんですよまあキス持っていくとそんな感じですよね確かにはいで 7D ですらバカにされること多くてそれこそなんか「縦ぐりついてないカメラで大丈夫?」ってクライアントに言われることとかもあってなんかプロってこういうカメラ使うんじゃないのみたいな結構そういうこと多かったんですよねでちょっと,えっと劣等感もありましたしプロとしてえっとそういう 機材を使うべきだみたいな先入観もありましたし単純にまあ使いたいという欲もありましたしなんか昔んから舐められやすい性格でそうなんですかそれもあってあの知らないものがないようにしようっていうのを特にカメラ現場で強くなったんですよなるほどなんか業界用語みたいのが出てきた時にそれが分かんなかったら絶対舐められるから絶対に知っておこうっていうので蓄積しまくったんですよ知識をこの若造があって来るやつ いたんすよ先輩にうん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 はったりかけてくるじゃないですけどどうせ知らねえだろっていう感じでなんか言ってきたことに対して「ごめんなさい分からないです教えてください」ってなめられるのがすごい嫌だったんでああでもまあこの業界そういう人いますよね結構ねやっぱフラッグシップを持っとけば何て言うんですか先制攻撃ができるかなみたいなのがあったんですよ強く一番大きい理由はそこでした えとそのタイミングで運よく僕の記事を読んでくれてって感じだったんですねはいそうですだでも結構僕の記事マニアックだったでしょうマニアックだったんですけどはいなんかそれを求めていたというかまずロッケーの絵を見てやべえなってまず思った記憶がすごくあってあはいはいあの手持ちでやったやつかなあそうですあの三間茶屋三間茶屋かなんかのはい、はい、フィックス三間茶屋ですよねあはいのようには 手持ででこんだけ止まるよって見せたでそうですでしかもサンで、ね、三茶の景色って僕結構見慣れてたので,あそ,うでたそれも説得力あったんですよまあミュージシャンだったり演劇やってるやつだったりっていうのは大体三茶下北沢に集まりますもんね <laughs> はいで見慣れた景色っていうのもあったので結構そのいい僕にとっていいサンプルだったっていうのがまずあってありがとうございます <laughs> で記事の内容が すごくマニアックな方が書かれてるっていう、えー、信頼信憑性っていうのがすごく強くてこんなマニアックな方が褒めてるカメラなんであれば信頼できるっていうのが最後の背中をこうポンと押してくれたんですよ60万50万ぐらいか60万ぐらいをポンと払えるだけの説得力があったというか前倒りです <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> 僕のお財布から照山さんに1円も入ってないと思うんですけど <laughs> 1>, 1円も入ってないです全然入ってないです、はい、でもそれは衝撃がありましたあの好きで描いてた部分が半分以上あったし<あ>やっぱり S1H 借りて使ってすげえいいカメラ素直にすんげえいいカメラだなと思ったので、はい、まあもう素直にあれはあの描いたつもりですね ああそうだっったたんですねだららなおさ良かったんだだと思います、はいうん、だから全然僕あの責任を負った気持ちないしあのむしろ買ってくれて、はい、いいでしょって言いたいですね僕はいいです <laughs> めちゃめちゃいいです <laughs> なのに僕は買ってないっていうねちょっとそこはまあ引っかかるところはあるとは思うんですけど <laughs> いやあの全然ないですね <laughs> あのねうんとね SYH はすごい欲しかったんですけども、うん、はいうんと僕はどっちかというと 確かに熊澤さんの今言われていたな、はい、められたくないっていう気持ちってすごく分かって、うんはい、で大きな現場になればなるほどえ、はい、そのカメラで撮るのみたいな目線ってあるじゃないですか、はい、あります、うん、あるなそうそれはすんげえ分かるんですけども僕ね、はい、逆なんですよあえてこのカメラでこんなにすげーえ撮れちゃうんだぜっていう方にうまみを感じる人間なので、はい、マニアックですね <laughs> マニアックでしょ、はい、<laughs> だから僕が入るじゃないですか現場 テレ、はい、山さんこれで撮るのみたいなことを言われた時に、はい、まあ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 と、はい、見てろよと <laughs>、はい、いうのが僕好きなんですよだからあの逆に GH5 ででかったんですよ僕 SIH、うん、使ってたんですめっちゃフルサイズでめちゃめちゃボケ身も狙えるしすんげえいいんだけども、はい、でも僕ノクトンっていうレンズ出会っちゃってて、はいはい、あれあれば別にマイクロフォーサーズでいいじゃん っていう考え方がやっぱ抜けなくて、うん、その SYG、はい、使ってた時も僕これメーカーさんにも言ってたんですけども、はい、いや僕はやっぱりマイクロフォーサーズ好きだ好きなんです、うん、いろんなバランスっていう意味で一番シュートするんですっていうことを言ってたんですよ、うん、当時から、うん、はい、はい、それが S5 レビューしてくださいって話が来た時にずいっていったっていういや S5 やってますよねかなり はい、あれで僕初めていい、ね、あの残念ながらですねあの、はい、フルサイズに上がってしまったっていうまあ、はい、もちろんあれですよあのキャノン機の時は、はい、もちろん 5DMAX2 は使ってましたフルサイズは使ってたんですけども、はい、僕も GH2 からマイクロフォーサーズに流れて、はい、いやマイクロフォーサーズってセンサー絶妙じゃねってずっと思ってたんですよ全部バランスいいじゃんっていうか。はい いろいろなこう撮影現場に触れるよねってどっちにもこう持っていけるよねみたいなところが当時から僕の中であってフルサイズにいけなかったっていうのがあるんですけれども s、はい「s ☆ゃは僕の中でいろんな意味でフラッグシップで欲しかったんですけれども見送ったんですよ、はい、あの時は。でもその照山さんの、えー、っとまあまあ見とけという気持ちもものすごくわかります。 わかるでしょいや、はい、今の熊沢さんだったら多分そっち方向もあると思うんですよいやあのーま、このあと出てくると思いますけど GH6 触ってさらにその気持ち増しまして、はいはいはい、そこ行きましょうか、はいい <laughs> <laughs> やっときましたねやっとこの GH6 にたどり着く、はい、ちょっとこう光が見えてきたんですけど <laughs> 見えてきましたね <laughs> 長かったですね長かったですね <laughs> それで えっとしばらくじゃあ、えー、GH4 使ってで SH に上がったとで SH、はい、でまあ割と本格的にもう映像の仕事をガシガシやり始めてた頃だったんですかね。そうですね。もうえっ、ー、とうん、うん、その割と最初の方に話したえっ、ー、と、うん、自分がしたい表現だけできればいいんじゃね音楽はっていう頃に自分がステージた えー、CD 売り歩いてっていう収入と人から依頼を受けて曲を提供したり写真撮ったり映像を撮ったり制作したりっていうのの裏方の収方がようには収入を得るここととが多くなっっててきたってことですかそうですね完全に逆転しちゃってでなんなら頑張ればこっちで食えるかも その時はまだあれですか GH4 だったんですかねその時は GH4 でした収入がこう上がってきてはいでおこれいけそうだぞっていう時に S1H に行ったと行きましたねなるほどちなみに S1H でずっとお仕事してきてどれぐらいもう、はい、2>, 2年ぐらい2年ぐらいですね 2>, 2年ぐらいかはいそんな折ですよ そんな折やっとここでで本題に行けそそうですよ、はい、そんな折多分ブックさんからお話があったのかなそうですねはいそうですよね「あのはい、熊澤さんレビューしてくれませんか?」っていうお声がけがあったってことですよねそうですねそれは結構あれですか何らかしらこうやっぱり情報発信してたっていうことですよね そうですね、えっとまあ U えっと、今やってる YouTube のチャンネルを2020年の7月から始めてコツ,コツ、はい、あのいろんな話をしてきたんですけど、はい、ツイッターでも,もうずっとあの「ルミックスいいぜ SYH いいぜ」みたいなことをめちゃめちゃ言ってたんですよ。ですよね。いや僕も、はい、だからその頃に多分 熊沢孝太郎という人物を認知したというか、すいません。大変失礼な。この方、ルミックスのこと、結構語ってくれてるなみたいな。そしたらグリーンさんがあくまちゃんね。みたいなあの、すごく知ってて熊沢さん、なんかすごいいいっすよね。みたいな話をしてたんですよ。はい、嬉しいです。ものすごくだから、そんな折りなんかの時にあのレビュー以来が来ました。みたいな。 今は言えないんですけどねみたいな、お話を聞いたときに、僕はもう実はピンと来てたんですよ。はい。というのは僕にも依頼が来てたから。同じタイミングで。<laughs> そ,うでね、そうですよね。<laughs> あ、熊沢さんに行ったんだって、僕は個人的にすんげえ嬉しかったんですよ。はい、あ、本当ですか。っていうのは、やっぱり、言うても、僕。でも、ある程度年齢いってるし。はい。うんと、熊沢さんもその当時。 あのなんで僕に依頼が来たのかなって考えるとみたいなお話された時に、はい、多分まあ一つの理由としては若いからだろうみたいなことを自分でおっしゃってたじゃないですかはい言いましたね、はい、若いユーザーだからってでも、はい、もうほんとそうでやっぱりルミックスって言うても結構あの年齢層高いなってイメージが僕の中でもあったんですよねはい。うん だから常々、やっぱり若い方に刺さるレビューっていうか発信っていうのをもっと誰かしてくれないかなってずっと思ってた時にいいところにシュートしたなっていうかそのブックさんが声かけたなっていうのを感じてて嬉しかったんですよ、はいはいはい、本当ですかもう嬉しいです、そのお言葉自体が。実は僕、熊澤さんの,あの動画ずっと拝見してます、はい、ありがとうございます。 いや、僕もあの、照<構>山さんの v イログめちゃめちゃ見てます。<laughs> あれ見なくていいです。<laughs> いや、あれはいいです。<laughs> あれこそ見たいですね。あのコンテンツ。<laughs> あ、時々、あの役に立つやつは見てくれていいですけど、酔っ払いのはいいですよ。あの。適当に飛ばしていただいて <laughs>、酔っ払ってる時は、それはそれで面白いじゃないですか。<laughs> いや、いや、あれはやっちゃいましたけど、まあ、まあ、それはいいんですよ。その話は良くてですね。はい、はい、そう、それで、まあ、あの、あ。 熊沢さんにレビュー依頼に行ったんだと思って、はい、で僕は近くにでっかい駒沢公園っていうのがあるんで熊沢公園じゃないですよですすよね <laughs> 熊沢公園じゃなくて駒沢公園があって、はい、そこはあのよく走ったり歩いたりしてる時に、はい、あの熊沢さんのなんだろう結構見なくても耳で入ってくる情報が多いんで、はいはい、ちょうどいいんですよね。はい あ本当ですかだから僕それをずっと聞きながら「はい、いやこの人ちょっとおかしいよな」って最高のお褒めのお言葉ですねでこの若いのにここまで語るんだろうっていうのをずっと思,い、はい、思ってたんですよだからすんごい興味はあったんですけど、はい、まあちょっとビビりなもんでしたからこのタイミングで編集していいものかどうかとかって考えちゃう人だから僕もそう,そうですよねはい。はいはい ななかかアプローチできなかったんですけども少なからずジェネレーションのギャップっていうでもんかやっぱりそれはあって僕は目上の方だし尊敬している方のうちの一人なのでいや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 同じフラットな視点フラットな僕は話がしたいんですけどどうしてもそこって年齢の どうしてもあるんですよあるからそれも仕方ないで僕思ってですね、うんうん、思ってはいるんですけれども、はい、そのやっぱりあんまり上目,目上っていうか僕熊澤さんからしたら僕目上になっちゃうんで、はい、目上からガーってこう声かけるっていうのも、はい、なんとなくうざいかなってちょっと思っちゃうタイプの人間であーでもそういう方ばかりじゃないですもんねだからすごいまあい いい意味でも悪い意味でも気を使っちゃうタイプなんですよ。だからその,そそのおかげで今僕喋りやすいです。うん、あ本当ですか？はい。いや本<の>フラットで預けれるというか。でも<や>あの,の全然熊沢さんとかじゃなくてそれこそ牛印さんと一緒にで熊ちゃんで全然もう僕はむしろ嬉しいというか距離が縮まった感じがしてすごく嬉しいです。 そうですかじゃあ <laughs>、はい、でもまあいきなりクマちゃんって呼んでって言われても,<笑><笑>もなかなか難しいですよね。<laughs> ああまあ、あのちょっとおいおいじゃあクマちゃんでぜひぜひ。うけもうむしろそれの方がなんかああ照山さんと距離縮まったな嬉しいなっていう喜びがすごく強いです。いや,いやまあそんなこんなで <laughs>、はい、もうとにかくその若い世代にあうんとこうやっとこうレビューアーとしてこう出てきたなっていうのがあって、はい、でもちろん一方でああいう高澤圭介さんとか。はい あの20代ですごい若くてっていう方もう、ねうん、レビューアーとしてこう入ってきてくれたりして、はいでまあ、もちろん高澤さんはその広く一般にっていうのがすごくお得意な方なのでフォロワーもすごいしやっぱりコンテンツとかの,、ね、あの数字も持ってらっしゃるしメーカーさんとしては絶対いいっていうか言ってほしいところではあるんですけども、うんはい、一方で熊澤さんみたいにその。うん 若いけれどもめちゃめちゃマニアックにこうストイックにっていう方っていうのもまた面白くて、うんはい、僕としてはすごい嬉しかったんですよ純粋に。あもうそれが嬉しいです熊。熊沢さん見つけてくれたかっていうかよく指してくれたなって思ってて、はい、まああの圭佑さんのフォローってわけじゃないですけども実は圭佑君って多分すごいマニアックなんですよ実はあ。だと思います。そうあの人多分結構 まあ何回かしかお会いしたことはないんですけども、はい、実はすんげえマニアックでストイックなんだけども、はい、あ,のあえてそれを見せずに、うん、噛み砕いて広く一般に分かるように伝えるっていうのがすごく努力されてる方だと思うんですねそうですよね多分その僕はお会いしたことないですしあの動画上でしか拝見したことないですけれども、まあ、多分そういう方な気がしますよね。はい でも僕ってそれ全然できるタイプじゃなくてそういうことって、はいはい、どっちかというと僕熊澤さんとすごくシンパシー感じてて <laughs>、はい、<laughs> どっちかというとそっち方向なんですよ僕もどうしてもやっぱ難しいなと思っちゃいます分かりやすくしゃべると <laughs> 分かりやすくしゃべるのが難しいというよりかは、はい、そこにこう気使ってしゃべるのがもう疲れるというかあ確かにその疲れありますね自分がしゃべりたいことしゃべりたくないですか <laughs> かります気まます気いいたいあの悪い意味で言うとあまりそこに努力しないっていうでいい意味で言うとそ,う、ねうん、そのままストレートっていう、うん、ところだと思うんですけども、まあ、とにかくその熊澤さんみたいなそういう若い方ですごくこうマニアックに詳しく喋ってくれる方っていうのも、はい、やっぱ欲しいよねっていう。でメーカーカさんんって絶対両方欲しいんですよ、はい、というのはあの僕に。 多分メーカーさんが求めてるものってやっぱりマニアック路線っていうかやっぱり業界の人に刺さるようなその仕事ベースで刺さるような人に対してきちっとこうリーチできるっていうポジションが僕だ僕は個人的にそういうふうに理解してるんですね僕のキャラクターというか多分はいだから絶対両方必要でで若い方の中でやっぱり熊沢さんっていうのはおそらく言い方ちょっと失礼かもしれないですけど僕みたいな立場の方向の その若いバージョンってか僕は思ってるんですよ勝手にはいだからかなりその喋ることもマニアックだしはいあの僕はそれでいいって正直思ってるそこそのスタンスを変えてほしくないなみたいなはい僕はでもそ,のそれこそまあ鷲見さんとかもそうですしミズ洲さんの記事も僕はすごく勉強させていただいたコンテンツの一つで,で、ね、僕鷲見洲ンさんはマニアック枠ですからはい <laughs> だからそれこそルミックス界の、あのー、次期、あのー、マニアックをどうにか取りに行きたいとは思ってるんですけどね。取りに行ってください <laughs> っていうかもうたぶん来年の CP プラスは確実に熊澤さんが出るべきだと僕は思ってるんですよ。っていうか出てほしいか見たい見たいです僕家で僕も見たいですね自分が立ってる姿 <laughs> はい何を喋るのかなこの人っていうのをドキドキしながら見たいですね ダーカイ角度の話しちゃいますかじゃあ、あ <laughs> しちゃっていいと思いますね。<laughs> うん、でもなんかそういうところは喋ってみたいですよね。ですよね。ちょっとここら辺から GHX のね話をしていきたいんですけども、そこにつながるんですけれども、はい、今回正直どうでした。そのまず最初にそのレビュー依頼があった時ってどういう印象を受けました。はい、えっとまずはえー、っと。 僕でいいいんだろううかっていうのがままず最初に来ましたやっぱり数字がない人間が、えー、とレビューするっていうのはどうなんだろうっていうのを最初思ったんですうん、うん、けれどもえっ、ー、と連絡をいただいた時に「パナソニックの担当さんと,、えー、と S1H のことを発信しているこの人すごく面白いね」っていうので目をつけてあのちょっとご依頼させていただきましたってすごく丁寧なご挨拶をくださって。はい、で若いいユーザーザさん少ないので S1H を使ってるプロユーザーとしての意見で書いてほしいっていうふうに言ってもらってたんですよなのでなるほど最初はやっぱそのうんとインフルエンスする能力もなければ何かそのどこかで、えー、とたくさんの人に見てもらえるものを持ってるわけでもないなって思ってたんですけど、まあ、プラットフォームがブックさんだったんでそこは心配ないかとうん、うん、でそもそも、えー、と新製品の力がそもそもある ので見てもらえないっていう心配はないだろうなって吹っ切れて、もうじゃあやってやろうじゃないの。っていう感じでしたね。いや、もうそうなんですよ。だって。いや本当ね。そこの話聞いてて全くオイラと同じだなって思ってて。あ、本当ですか。いや、本当に僕もそのまあ、す。げえ、発信は積極的にはしてるんですけれども、はい、正直あまりマニアックだったりもあるので、数字はと、はい、取れてるか？って言ったら全然取れてない。 ですよ、ね、だからそのよく言うんですよ「だからなんで俺じゃなくていいと思うんだけどな」って正直複雑な気持ちなんですけれども、はい、まあ声かけていただけることに対してはすっげえ嬉しいけれどもでで、はい、でも俺でいいのかなっって気持ちは常にあったんですよ、うんはい、正直それ正直にメーカーさんにも話してるしそういうふうに「いや俺で本当にいいんですか?」って、はい、そうただいいんですよ世にはそういう枠なんですから。うん そ,うそれはでもねあの書いいててみて思いましたやっぱりいろんなキャラクターといかいろんなポジションの人がいて、はい、それが全てこうレビューとなってこう束になって飛んでいくと僕は思うので是非、はい、これからもですね、はい、熊澤さんにはですねちょっと発信していただきたいなって個人的に思ってるんですよ。はい、いやもうこのスタイルでいきたいですねでもねやっぱりね。はい、なるほどじゃあ最初そういう印象があったんですね。 最初やっっぱちょっとネガティブなそうあと一個やっぱ引っかか,るのが引っ,か,かったのがえとどこの馬の骨かもわからないえとプロかどうかもわかりづらいやつがメーカーから先行で借りることってネガティブキャンペーンにならんのかなっていうハテナがあったんですよ最初。だけどまあその担当さんと話してって担当の人もいるんだったらまあ大丈夫かっていうのをすぐに払拭されたんですけどなんか誰から構わず。 貸してるの風に映ってしまったらマイナスになるんじゃないかなって最初ちょっと一瞬よぎって。真面目ですね。<laughs> いや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 、あの好きこそ好きだからこそというか、あのはいわ、はい、かります。ます愛用してるユーザーだからこそ。うん、そうか。じそうやってご依頼が来て、はい。じゃあ実際にものが届いたじゃないですか。はい。第一印象どう思いました。S1H じゃんっていう第一印象でしたねまして。<laughs> それで俺に来たたんだって思いいました <laughs> はい、その時になんか合点がいったというか、はい「なるほどねと」と僕 GH4 を自分で保有したっとに現場で GH5 を使ったり知人が GH5S を使ったりしてたことはあったので GH シリーズはそこそこ追ってはいたんですよ買ってはないけど S1H、うんうんうん、と比較してほしいって言われてたんで,で最初はなんか何を言ってんだって感じだったんですよ はいはい、今までの GH シリーズを見てきたらやっぱセンサーが違うセンサーサイズが違うので単純なな比較って難しいいじゃないですかボケるボケないの話だけで片づく問題でもないしさっき照山さんがおっしゃったとおり、まあ、なんかいろんな方向に触れるすごく万能なカメラだよねっていうのは僕もすごく激しく同意していてうん、うん、ただでもやっぱり Vlog を使っていこうと思うと、まあ、ストップ数が えと12ストップっていうのをネガティブに思われてる方もいたりしてすでに S1H を触ってる人間からするとレンジ足んなくねとかってやっぱちょっともうなっちゃってたんですよね体が S1H になっちゃってたんで非常にわかりますですよねなのでそれを比較しろって言われても結構無慈悲な結果にしかならないんじゃないいや心配だわっていでう。よ、う、ね、ん、あでもみんな同じ感覚ですねそれねえ今更フォーサーズ をフルサイズと比べてレビューしろってそれコクじゃねっていうなんかそういう印象は少なからずあったかなとで届いてみたら S1H、うん、じゃんっていう <laughs> どういうことっていうファンついてるじゃんみたいなうん、うん、チルトフリーアングルじゃんみたいなその外観だけでまずうん、うん、これめっちゃ勝負してきてるなと思ったんですようん、うん、でキットレンズもあのパナライカの1260で まあこれ誰しもちょっと思っ,た思ってたと思うんですけども、はい、GH6 が出るまでまず、はい、その期間が長かったってもあるんですよね。そろでそらく多くのレビューアーがここまで待たされ、はいうん、待たされたに、はに今更「フォーサーズ」をレビューしろというのはなかなか難しいんじゃないかって気持ちは。 少なからずレビューアーに会ったような気がするんですよねはい正直最初微妙じゃなかったですか受けを受,受けてくださいって言われた時って受けてくださいの時点でその GH シリーズをレビューっていうところはでもやっぱちょっと引っかかりはありましたねうんうんうん僕の知人がえー、っと2人 GH5S を使ってる人間がいて GH6 が出たらすぐ買い替えるって言って あまりにも出ないから買い替えちゃったんですよ。他社に。<laughs> まあ、まあまあでも多いですよね。youtuber とかもそう。長流れでしたし。はい、はい、多くの他社に乗り換えちゃったりしてたんで、うん、うんまあ、悔しい気持ちもちょっと若干あるじゃないですか。同じルミックスユーザーが現場にいるっていうのだけで結構嬉しかったので、うん、そうですね。はい、それがまあ、あのね。ソニーに行っちゃったりとか。 まあキャノンに行っちゃったりとかみたいな感じでなると、まあ、ちょっと寂しさはあったりとかしてそこで、うん、まあそこからちょっとして GH っていう感じだったんで俺もあの GH 買う気なかったんですけど、うん、でも待たせすぎでこれ俺で大丈夫かしかも s y h と比較みたいなのはやっぱすごく引っか,かる年はありましたねうんうん、うん、実際にそれでまあご依頼受けて、はい、あの毎日使って、はい。 僕もずっと熊澤さんの動画を追いかけていたんですけども追いかけている限りは結構ね、はい、常に使いながらこうここがどうここがああだこうだみたいなお話しされてたじゃないですかはいしてましたですね結構使い込んでいるなって印象があったんですけども、はい、使い込んでいく上でこう心境的にどういうふうに変化していったとかってあります,す 最初はそのダイナミックレンジブースとなるものがあってそれがまあ13プラスまであのダイナミックレンジ伸びるっていうまあ触れ込みだったんでまずそれを試したんですよね室内であのまず普通に自撮りしたんですよはいいつも YouTube 撮る感覚でうんその時にあれ GH ってこん,こんなレンジ広かったっけってなったんですよはいはいはいでこれちょっと外撮り行きたいわってなって 一番原稿できる ND を持っていって、まあ、絞ってもいいかと思いながらあれなんか俺が知ってる GH じゃないぞってなったんですよねこいつはやべえぞですえっとパナライカの1260を使うのも初めてだったんでまああのレンズも綺麗ですからねはい、うん、綺麗だなーってなってし,しかもその多分これ V ガマとのおかげなんじゃないかなと思うんですけどはい S1H を 使っってる感覚とあんんんま変わんなかったんですよ、うん、みんな言いますね。なんか違和感がなくて、あれ今俺 SYH 使ってるんだっけ、G、あ GH6 だみたいなことが結構あって、もちろんそのボケの量だったりとか、まあそういうのは別に気にするところではな、まあ、割とスナップ感覚で絞って,って撮ってたんで、全然気にするところではなくて、うんうん、でむしろ解像感高くねみたいな感じで、なんかどん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 ,どん、あれもっと掘りたいな、このカメラっていう感じになりました。 はいはいはい、純粋にやっぱりもうこれ口揃えて例えば牛ンさんだったりとかエマークさんスミズンさんだったりとかって、はい、やっぱりみんな言うこと同じで半端ない画力っていうか、うん、いやこれマイクロフォーサーズじゃないよねっていうやっぱり印象はありましたよね。ありましためちゃめちゃありましたね、うん。次のステージに上がったなっていうあからさまにそういう印象があってからの、はい、最初。 レビュー受ける時に、まあ、正直微妙,、はい、微妙とかってちょっと心の奥底にあったりして、はい、でなんとなくメーカーさんもそれを感じて感じ取っているみたいな雰囲気のところから始まって、はいはい、今まあとりあえず使ってみてくださいって渡されたものを使った時の、はいはい、あれあれあれみたいなどんどんこう変わっていく心境、はい、もしかしてこれす,すごくねっていう。 のが今回純粋にあったんですよ g j 6で多分、うん、どのレビューアーも多分、はい、あったんと思います同じ体験を皆さんされてるんじゃないかなっていうのは思います,すねはいだから最初からこう多分まあこれ嫌なこと言っちゃうとすごいこうもういいんだぞって分かってて使ってほらいいよねっていうレビューじゃなくて、うん、最初ちょっと期待感は薄かったところから始まってるっていうのは正直あるのかもしれないいやあるあった と思いますそれは事実としてどうしてもあった気はしますかね。ですよね。はい、それが世には期待を超えてきたんでいやそうなんですおっっていうこれはレビューの違いがあるぞっていうところにこう、はい、転換したというかそうですねいやだから、まあ、その話で言うとちょっと次の話題に行きたいんですけれども、はいうん、言うてもこのカメラ売れるのかなっていうのって。はい これ多分レビューアーからも,もうメーカーもそういう気持ちあったような気がするんですよ、なんとなく、うんはい、やっぱり、こんだけマイクロフォーサーズっていう機種が引っ張ってきちゃったしその間にもうフルサイズだの下手したら中盤だの、うん、もうボンボン、うん、フジフィルムさんが、ね、中盤出したりとかそうよ、ねはい、うなラージセンサーの波がガーって来てる中で。来てますね ああだこうだって言われてる中で今更さらマイクロフォーサーズ出すのみたいな空気ってあったじゃないですか、はい、ありましたねありましたよねだからその中で、はい、メーカーさんもこれ本当にこれ僕らはすごく自信を持って世の中に届もうボンって出すけれども、はい、とはいえ正直なところこれ売れるのかなみたいな、うん、ちょっと不安みたいなのって僕は少なからずメーカーさんから感じてたんですよ本当にこれ自信持って出してきてる、うん なんか、まあ、待たせちゃったけどなんとか出しましたくらいなんじゃないのい<や>みたいなところは若干みんな持っていたけれどもい,、うん、いざ目の前にカメラをね GH6 を触ってみて前のめりになったというかそんな感じですねはいいやあの僕一番最初パナソニックの中西さんとお話しした時に、はい、ま,あまずは使ってみてくださいとで 今回に関してはもう何言ってくれてもいいですっておっしゃったんですよはいうんもう素直に感じたことをあのレビューしていただいて構わないんではいそれは今考えるとやっぱり自信があったからこそそれ言えてるんですよねそうですよねうんだから次の話題っていうかその確信に行きたいんですけれども、はい、ただですよそれだけ自信がメーカーさんにありながらはい 今シナウスにななっっちゃゃてるじゃないですかそうですね。<laughs> ということは、これメーカーさんも言ってるけれども、はい、初期にこうはけるであろうっていう数を大幅に超えてしまっていると、今。はい、そこの,その、うん、どれだけ生産しておけばいいかっていう数を読み間違えたみたいなことって、うん、まあこれ言ってるか言ってないか分かんないけど、なんかそういうニュアンスのことをおっしゃってるじゃないですか。はい、ということは、 自分たちが自信を持って届けた以上の反応があったっていうことだと思うんですよね、うん、蓋を開けてみたら。そうですよね、はい。これは、なんで、正直ここまで GH6 が売れることになったのかっていうのが、今回、熊沢さんと話したい本題だったんですけども、まあ、やっとここに来ましたよ。はい、そうですね。<laughs> やっとここに来たんですけど。はい、長旅でした、ねな <laughs>。なんだったのかなえっと、まず、はい。 キャッシュバックです。ああ、それはありますよね。はい、キャッシュバックとえっと特典、うん、予約特典、うん、で、あとキットレンズですね。ああ、エルマリートのライカ。うーん。あのボディ単体で買うと二十六万円くらいじゃないですか。はい。でキットレンズで三十三万とか三十四万円くらいじゃないですか。うん,うん、うん、この差額出してもキットレンズ単品買えないんですよ。うんうん。だからボディえっとキット レンズキットはいはいそのキットレンズを買う方がお得っていうのはよくあることだと思うんですけどうん、うん、それがパナライカなんですよそこですよね、はい、まず一個僕はそこで得えっとキットレンズを買う方は得してると思うんですねうん、うん、でそこに3枚のキャッシュバックが乗っかってくるじゃないですかうん、うん、シェフエクスプレスタイプ B もえーっと得点でいただけるとうんうんで僕実際に 計算したんですすけど6万万から7万得するんですよはいはい。ってことはあのボディ単体で買うよりも安くレンズキット買えるんですよ。<laughs> っていうのがまず1個大きいんじゃないかなって思ってます。うんうん、しかもそれを新製品でドア玉キャンペーンが1ヶ月ぐらいあったじゃないですか発売までの1ヶ月間。こ、はいはい、んな長く打つっていう。 ちょっと太っ腹すぎないというのがまず僕は思ったのでそれが一つ原因にあるんじゃない、うん、要因としてあるんじゃないかなとは思ってます。なるなるで僕らはレビューアーで、まあ、先行で使わさせていただいたからいやいやいやマイクロフォーサーズだけどもマイクロフォーサーズじゃねえよなみたいな。 そすごさは感じていたものの、はい、でもこれから買う人ってそれ別にまだ使ってないし、はい、センサーのサイズでしかこう尺度がないというか、はい、という中でうんとやっぱりフルサイズの方がいいよねって人が個人的には圧倒的に多いのかなって思う中で、はい、ここまではけた要因っていうのはその値段だけのものなのかなってちょっと思ってて。ももちろん値段のものだけのものじゃないですよね 意外とだからマイクロフォーサーズでもいいやって思う人がいたのねっていうかなんかこれあの大多数の意見になるかわからないんですけどはい街歩いて僕がスナップしてたりすると結構マイクロフォーサーズ使ってる人多いんですようんでまあそういった方々って鉄道を取られたりとかああはいされてる方多いんですよねで鉄道を取ろうと思ったら まあ連射性能とかもちろんあの必要だったりとかえっとまあ望遠が欲しかったりとかちょっと僕鉄道を取る人間じゃないのでどんな装備が必要なんだろうっていうのを憶測でしか話せないんですけどいろいろあると思うんですよでそんな中でマイクロフォーサーズ軽くていいんだよねって言ってるおっさんがいたんですよ僕話しかけて何でオリンパス使ってるんですかって聞いたら軽いからいいんだ疲れないんだっておっしゃってる方いたんですよ。なるほど でまあ、俺は電車しか取らないからあ,のあれなんだけどお兄ちゃんの参考になるか分からんけど軽いっていうのはおじさんたちにとって最高のメリットなんだよねってその人が言ってたんですよだからマイクロフォーサーズってすごくいいサイズ感なんだよってそのおじさんが僕に一生懸命話してくれて、うんはい、それで1回そのマイクロフォーサーズっていう企画自体を一度見直そうと思った機会があったくらい。 あの割とこう刺さるおじさんの意見だったんですけど結構マイクロフォーサーズの企画に対するファンってめっちゃいるんじゃないかなと思っててでもなんか今お,おじさんおじさんにとってはっていうのはなんかあれですねね年齢層高そそうですねそれそのおじさんがね <laughs> そのたまたま僕がスナップしてる時に話しかけたおじさんがもう60過ぎてたんですけど還暦 <laughs> 迎えて趣味やるんでこんなボロボロの体で持つカメラはマイクロフォーサーズが一番いいんだって言っててんでも何かそういう根強いファンっていらっしゃるんじゃないかなっていうのがあってだから多分マイクロフォーサーズの、えっと、ファンが多いんじゃないかなっていうのは。 意外と僕は体感してるんですすよねねどうなんですか、ね、でかも若い方例えば熊澤さんも、まあ、もちろんお若いですけれども、はい、より若い方っていうのはやっぱりボケ身命みたいな部分ってあるのかなって思ってて、はい、ボケないイコールシネマティックじゃないみたいなのってある中でじゃあ若い人にはあんまりマイクロフォーサーズって受けないのかなみたいな見方もあ,あるのかなって。 そうですねだから一般ユーザーの方の、えー、と知り合いがまずいなくて、うん、その意見はちょっとわからないんですけどうん、うん、僕の周りの、えー、と若いプロユーザーは割とマイクロフォーサーズ使ってるんですよ。うん、あそうですか。ライブ撮るやつ多くてああなるほど社会が深い方がピント取りやすいうんうんうん楽できるうんうん。 フルサイズは別にレンタルすれよくねえぐらいの必要な時に腕とか知識があるからあのボケなんか作れるじゃんみたいな <laughs> 工夫すればあのまあ明るいレンズ使うなりえとまあ望遠域使うなりすればまあぼかそうともやっぱぼかせるしあのまあやりようはあるしマイクロフォーザーそれそ本当さっきのテレ山さんのすごくバランスのいいあのカメラっていう話。 の部分だと思うんですけどやっぱり一番扱いするってマイクロフォーサーズじゃねっていう知り合い結構多いんですよね。そうかでもそれってある程度こう知識を蓄えてきたっていうか知識と経験がある方というか、はい、レンズとかセンサーとかカメラのこと一通り分かってる人だからこその考えなのかなって今思っててそうなんですよね。そうだから本当にこ,うこれから映像をやろうって思っている。 若い方々が飛びつくカメラがマイクロフォーサーズなのかなって疑問がまあちょっとあるんですよあそれはやっぱりめちゃめちゃ僕も思いますやっぱりありますよね僕自身は世間に何か若い子に例えば、まあ、あの何に買ったらいいんですかねって言われたらやっぱちょっとマイクロフォーサーズおすすめはし,したいんだけど、うん、派手な ボケは得づらいといとうかっていうところもあるのでちょっと進めづらいケースは多いだろうなとは思ってますね。なんかそうですよね、はい、なんか例えばあの一番最初買う車軽でめちゃめちゃすっげえかっこよくて、はい、速い車なんだけども、はい、普通車の方がやっぱりいいよねみたいなふうに思っちゃう。はい、似てるのかな、ね、みたいな。はい なんかそこはでもちょっとある気はしますよね<う>だからそれが今回の,その、まあ、品薄になるくらい売れてるっていう状況を見た時に果たして GH6 を手にした方々の中でいわゆる、えー、っと若者が占める割合はすごく気になります。うーんそうですよねはい うん、だからそこが年齢層が高いと、まあ、若干売れてはいるけども、はい、あまり未来を感じない部分なのかなと思ってて、はい、でも j 6って本当に僕らが使ってもいいカメラだなって思うから、はい、なんかそのあセンサーのサイズだけじゃないなっていう感覚が若い方に芽生えればワンチャンあるのかなって思ってはいるんですけどね。はい 僕もすごく思っていてだからその若手にリーチする上ですごくいいカメラだからこそ、うん、あの自分のマニアックさが生きればいいなとは思ってるんですけどいやほ本当僕そう思っててまあ,あのほんこれ次の話題にも行きたいんですけども、はい、やっぱり言うてもルミックスをもう少しこう若年層というか若い方にもっともっと使ってもらいたいっていうのは。うんはい まあ僕らかららかかの年代から見るとすごく思うんですすすねあそうですか思いますでさっき熊澤さんがおっしゃられていた話の中にも、はいはい、おっさんに声かけておっさんにとっては軽くていいんだよ別にボケなくてもいいんだよ、はい、使いやすいからいいんだよみたいな考え方にやっぱりそこに行っちゃうのかってなっちゃうとマイクロフォーサーズの用途ってそこなの、うん、みたいなイメージあるじゃないですか。 ありますそうじゃないよねっていうところがもっと若い方にも伝わってほしいなって個人的には思ってるんですけれども <laughs>、はい、どうしても若い方って、はい、ボケ身生かしたいセンサーでかければいい、うん、あのみたいななんだろう入り口的に、はい、そっちになっちゃうのかなっていうのを危惧してて、はい、だからそうじゃないよねっていう情報発信っていうのは、うん、もっとこう若い方がこう。 ししてててほいなっっ個人的に思ってるんですよ、うん、僕らおっさんがどんだけ言っても、はい、<laughs> なんかおっさん言ってることだよねみ,て <laughs> みたいな感じで終わっちゃうんですよ。だからこそ今回熊澤さんみたいな方にレビューしていただいたりとかって僕すんげー、うん、大切だなって思ってて、うんはい、だから今回 GH6 のレビューをさせていただいた中で、えー、と記事の中にえと3本映像を潜り込ませたんですけど。 うんうん、もうボッケボケの絵も入れといたんですよ <laughs> あれあれでしょ1.7のやつですよね2550の、えっと、2550今注文出してるんですけど届かないんですよ <laughs> なんかあれも品薄みたいですね品薄ですねめちゃめちゃい,やいいレンズでしたねいやー <laughs> あれはいいレンズですだから本当にあれ持ってれば、うん、めちゃめちゃボケ稼げるじゃないですかボケめちゃめちゃ稼げます そういうところもこう若い方にもっと伝わってほしいなっていうか、はい、でマイクロフォーサーズの優位点っていうのがやっぱりあのおっさんの口からしか語られてないというか <laughs> そうですねあっそうですねっていう言い方をするとそうですねなんですよそうですねなんですよやっぱその、うんうん、情報は少ないです若い人のそうなんですよだからだからこそまあ高沢さんだったりもそうですけれども、うん、熊澤さんだったりそういう、うん、やっぱり 20代とか30代前半みたいな方々がフルサイズとかマイクロフォーサーズとかってそういう尺度で測るんではなくてうんなんかもっと違うアプローチの方向で例えばマイクロフォーサーズだったらそういうライブとか撮る時にはすんげえ有利だしみたいなのがもうちょっと実践的なことが若い方の口から情報発信されていけばいいなって願ってます。 僕も願ってます。自分に対して願ってます <laughs>。<laughs> <laughs> していくつもりがすごくあって、今回、JH6 っていうね、本当にあの僕にとっては素晴らしいカメラ。マイクロフォーサーズここまでできるのかっていうカメラだったので,で。このジャンパーピンをこう絶対無駄にしない次の若い世代に伝えていきたいなって思っててそうなんですよね。そう。これをまあ ほんと駆け出しの子が触るもよし、えー、っとなんか例えばそのちょっと型落ちの APS-C 使ってる人でもよし型、まあ、落ちのフルサイズ使ってる人でもよしとあるメーカーの絵作りが好きなんだって言われちゃったらもうそ,そこまでなんですけどルミックスってやっぱ素晴らしい絵作りだし、まあ、操作性もすごくいいしあのいいポイントは、まあ、ユーザーからするといっぱいあるじゃないですか。 うんうん、その中に1個でも引っかかるものがあれば是非ルミックス使ってほしいと思うしその最初が S5 か GH6 かって価格的にこう比較になると思うんですよねこの前なんか VS やってましたねアスキーさんかなんかで <laughs> あ本当ですかそれやってたんですよめちゃめちゃ面白かったですよあちょっと探してみてみようそのフルサイズそのセンサーサイズで尺度を測ってしまっている若い方々に、うんはい、もうちょっと 違うところに目を向けててほしいなーなんて、うん、まあそういうメッセージもあって今回の GH6 あえてこう、うん、マイクロフォーサーズをパナソニックさんが投入しているとは思うんですけれども、はい、やっぱり言うても若い人にはなかなかリーチしづらいのかなっていう感覚があるんで、うん、僕の中で。はいうん、ぜひ、あのー、来年の例えば CP+ プラスは、はい、あの若い方いっぱい出てほしいなって個人的には思ってますね。なんかこう 若い人が熊沢さんみたいにマニアックなことをもっと語ってほしいですね。はい、うん確かにそのマニアックな目線は見たいですよ、ねはい、なんか、えっと、ポ,ポップなものももちろん必要だとは思うんですけれどもそれってでもポップって入り口じゃないですか、はい、もうおっしゃる通りだと思います世の中の流れって今映像がすごいはやり始めてまあもう流行り始めてるっていうかもうインフラになってきてるんですけども、はい、そういういわゆる入り口のフェーズだと思うんですよ。 はい、それが次は入り口からもっと、うん、一つ上にステップアップしたいっていう若い人たちが増えてくると思うので、はい、そこにマイクロフォーサーズの良さが初めてこう刺さる瞬間ってあると思うんですよねはいあると思います<う>ものすごくあると思うんですねそれが例えば来年の CP プラスなのか、はいはい そ,そのあたりでやっぱりこう若い人たちがもっとこう参入して、うん、あのルミックスを盛り上げてほしいなって勝手にねあの僕メーカーの人間じゃないんですけども確まあすげえ複雑なこと言っちゃうと、うん、僕声かけて頂い,いて本当に嬉しいんですけども、はい、僕とかじゃなくてその元若い方がマイクロフォーサーズの良さっていうのをこう言ってくれる人がもう少し 増えたらいいなっってて個人的に思ってま,すまあこれ別にマイクロフォーサーズをこう推し進めろとかって話ではなくて、はいまあ、ルミックスですよねだからルミックスっていう機種が大きく,大きく言うとルミックスですよ、ねど,うん、どれだけこうブラッシュアップ中身がされているかスペック以外のところも含めて、はいうん、いいカメラなんだよなっていうのがやっぱり、うん、年齢層高めの人にしか響いてないっていう現状がなんとなくあって。うんはい でそこら辺をもう熊澤さん世代ぐらいの人たちが、うん、まあ使い込んでる方々がもっと積極的にこう発信していただけたらばそうです、ね、例えばそうまさにこう中身ってシネマカメラですよねって、うん、えあの周りでなんかあのシネスコとかにカメラでこうガイドが出たらいいのになってえそれ別に前からルミックスでできるしみたいなあるじゃないですか。ああ、うん、ありりりままますすすめめちちゃゃ 伝わってないんだみたいなのってすげえもどかしいところあるじゃないですか、うん、そうなんですよめちゃめちゃありますそれはでなんか若い人の現場で見てるとなんか外部モニターとか一生懸命つけてこんな,なん,こんな,になりながら、うん、その他社製のカメラで <laughs> 頑張ってやってるのを見ると「あるある」「いやそれルミックス使えばいいじゃん」とかって、うん、おっさんは思っちゃうんですけど、うん、いや僕も思いますね、うん、なんかその まあ多分現場によってはクライアント用にえっとディレクターモニター出さなきゃいけないとかそういうのはあったりすると思うんですけど僕らみたいなワンオペの現場ってあの別にいらないですよね外部モニター自体はでその外部モニターを必要としてる理由をみんなにその現場行って外部モニター使ってる、まあ、僕も持ってはいるんですけど使ってる理由聞くと あのシネスコ入れたいからとかあのピーキング見たいからとか正確なピーキングが見たいからとかほ、えーまあ、他にもラットを当てたいから好きなラットをあらかじめ当てて確認したいコントラストとか確認したい人だったり、うん、要はそのあまり正確ではない、えー、ピーキング機能のあるカメラを使ってしまってるがゆえに特にだってシネマティック Vlog とか撮ってる人なんか特にそうじゃない、うん 余分ななものをつけたくないですよねいや可能な限りやっぱ、えっと、軽い形でフットワーク軽くまあいわゆるラウンドガンというか、ね、まあかなりの移動もするだろうし例えばそんな時にシネスコのサイズで撮りたいんだけどもなんかこうテープ貼ってるんですよみたいな人がいたら <laughs> <laughs> いやそれ別にルミックスだとガイド出るしみたいのなかなか若い人に伝わってないなとかね そうなんですよねだから多分これまでのイメージもやっぱあって、うん、まあオートフォーカスみたいなところとかオートフォーカスですかねやっぱりそのイメージなんかやっぱ僕のねどうしても周りはそのプロユーザーとか、まあ、仕事として映像やってるやつが多いんであんまりコンティニュアス使わないんですよね、うんうん、別にマニュアルで撮れるしみたいな <laughs> いやプロユースってなると AF ってもう危険なので絶対使わなかったりするじゃないです,かしますけど、でも、うん なんか一般のユースケースだったりめちゃめちゃジンバルだけ使うウェブクリエイターとかだったりするとまあ助けてもらえるに越したことはないというえスタンスの人もいたりしますよね。そうなるとルミックス AF 弱いじゃんって言われちゃうものだったのでまあそこを GH6 結構払拭できるじゃないですか。そうなんでですよだここでが 言われてはいるけれどもでも結構劇的によくなったじゃないですかよくなりましためちゃめちゃよくなりました印象変わりました僕も、うん、だからやっぱりジャンパーピンなのかなって僕思っててそうですね GH6 がやっぱりそのもし若い方々の入り口の一つとして AF っていうのがあるんであれば、はい、総合力っていうか総合的な感じで見ても 結構 GH6 って若い方におすすめできるようなって個人的には思うんですけどねいや僕もものすごく思ってます、あのうん、まず、安いと思うんですよ。そこは絶対ありますよね、そこは。やっぱ若い子、まあ、最初の方の本当に話に戻りますけど、若い頃金ないじゃないですか。うんうん 本当にお金ないと思うんですで好きなことやろうと思えば思うほど、えー、と時間とお金を天秤にかけなきゃいけなくなってくるじゃないですか、うん、時間なくて腕磨けないみたいな本当にすごくしんどい時期だと思うんですよ若い頃って、うん、でもやっぱそのエネルギッシュな時期だし何でも吸収できる時期だからそういう子にこそねこういうそのトレ,ンズレンズキットで30万っていう、まあ、決して安くはないんですけれども昨今のカメラ事情を見ればめちゃめちゃ安いと思うんですよ うん、ですごくいい性能っていうところで若い子にぴったりだなっていうそういうポイントもある,あるとは思ってるんですけどねまあ本当にスペックだけで言えばこの価格はありえないですよねありえないですでもなんかそ,それをその売り文句にしても絶対買わないと思うんで <laughs> <laughs> 難しいとこですよねそうなんで,すでもやっぱ性能はいいし、うん、なんか付属品をわざわざ買わなくて済むし うん、1260と GH6 で映像を始めて別に外部モニター必要としないしまあちょっとあの SD カードとかねそういったもの ND フィルターとかは必要を感じれば買わなければいけませんけれどもそれこそ GH6 のテ山さんのレビュー記事なんか「オールインワンミラーレス」っていうタイトルで出されてましたけど本当に All in one だと思うんですね、はい、スタートアップする上で最適な選択肢だとは個人的にはやっぱり思って。 んで若い子にこそ触ってほしいカメラっていう、うん、結構やっぱひっくり返せるそれこそ画力を持ってると思うのでうん、うん、やっぱ GH6 使ってる人には積極的にたくさんね映像を上げてもらってそれは僕も含めてだと思うんですけどいや本当にあに熊澤さんみたいにやっぱり若い方の口からこういった機能が重要なんだよとかこれがあるからこれができるよみたいな情報発信って個人的にもっともっとしてほしいなって思ってて。うん あのまあ、熊澤さんはあのルミックス系で今結構発信されてるじゃないですかはい同じぐらいの世代で、はい、まあ、はい、高澤圭介さんもね、まあ、すごい発信されていますけども同じぐらいの世代で、はい、この人インちゃんみたいなそのルミックス系で発信されてる方って誰かいたりします同い年くらいか <laughs> とあお名前は存じててえっ、ー、と、はい、ツイッターも総合フォローで 年齢を知らない方がいて、最近年齢を知った方がいるんですよ。うん、その方がね、ほうほう僕より若かったんですよね。<う>でしかも、ルミックスジャパンで作品公開されてるんですよ。あ、わかった分かった,分かった分かった、はい、い,いらっしゃいますね。あの、はい、僕ね、僕もあのツイッターで一回ご挨拶した気がする。はい、えっ、ー、と、カタカナで集計で調べるか、えっ、ー、と、ID で言うと、はい、アルファベットで、はい、SHU SHUKEI122 はいで K-E-I、e、で調べると出てくると思いますおおフォローしておこうフォローされてましたあ本当ですかはい今フォローさせていただきましたあーよかったですでこの方がシュさんはい、はい、えー、っとですね94年生まれなのではい僕の5つ下なんですよ多分27歳とかはあ<ー>なん っていうのを僕も今朝頃知りまして本当だ<あ>ルミックスジャパンさんとのコラボフルバージョン<う>これだ僕見たの<今>前そう,うわすげえな僕もこの、えーと「スタービレッジアチ」の映像見たんですけど、はい、やべえなと思ってて若手映像クリエイターにはマジでルミックスおすすめあそう僕の、えー、と若手映像クリエイターにこそおすすめしたいミラーレス一眼の話っていうノートの記事を ツイッターで告知したのを引用してくださった。そう今、あの、リツイートされているの、ちょうど見てて、あの、あ<っ>熊沢幸太郎さんの。この熊沢さんのね、今回のお話って、はいはい、かなりガチな部分も入ってるから。それに反応してるってことは。はい、そうなんです。そうなんです。中継さんも、なかなか若手と、で若手といえども。<laughs> はい。若手と。そうなんですいや、これ、熊沢さんとのコラボ、を僕見てみたいですね。勝手に。ね、えー、マジっすか。 見てみたいです。でも、どんな話するんだろう。僕はその旅とかしませんし、うん、旅行とかマジで行かないんですよ。いやいや、全然関係ない。ですルミックスのことをお二人で語るみたいなのが、どんな話展開するのかな,な、ねか。そう、自分が扱わないジャンルを扱ってるってだけですごく興味が湧くし。それがルミックスで取られてるっていうのも興味が湧くし。しかも、僕より若いっていうのも興味湧くんですよ。なんでルミックス触ってんのみたいな。逆に。 っていうのもすごい気になるしうん、うん、まあお話しできるね機会があれば喋、ね、ってみたいですよ、ね、いやちょっとあのブックさんだったりいやそれこそもう本当に本体のパーセェクさんがそう,、ね、そういう企画,企画をしてくれしてほしいなこれなんか聞いてたら聞いてたらしてほしいなでもなんか聞いてあのあのなんだっけえー、っと照山さんがご覧になったかわからないんですけどもうツイッターをね もう本名で名前出してやられてるんでお名前出しちゃいますけどはい、はい、中西さんがなんかエスカレーター逆側に乗っちゃったみたいなツイートしてたんですよ乗りかけたみたいなツイートをしてたんですけどはい、はい、それをなんか考え事をしてて面白いことを思いついてたらエスカレーター反対側乗りかけたみたいな話をしてたんですよね。 はいはい、だから中西さんもやっぱお若い方なので若いユーザー増やしたよねっていうのは、うん、あの一度お話しした時に、うん、まあそんな話をしてていや絶対思ってると思うんですよだってその中西さんだって同世代の人たちとやりたいはずなんですようでもよ、まあ、今いるユーザーはユーザーとしてまあすごくね、うん、熱の高い皆さんが特にあのルミックス友の会を中心にですけど、はい、あの熱のあるユーザーさんがいらして。 そこはそこで大切にしてほしいんですけど、うん、<laughs> 個人的には。でそこがあって育ってる部分は絶対僕はあると思って多分僕はそういう諸先輩の熱のおかげで受けられてる恩恵だったりすると思うんですよ S1H の性能とかって。うんうん、まあいろんな方のご意見だったりご感想だったりご指摘だったりが生んでる可能性があると思うので。 あそれはそれであの今後もぜひお付き合いさせていただく上でもちろんですもちろんですそうあのやっぱり中西さん、ね、自体も、うん、<う>やっぱり同世代の人たちともっとこう打ち上げ花火をこう上げていくにはやっぱりうんとこうウケーさんだったり高澤さんだったり、はいね、それこそ熊澤さんが。 みたいなその世代同じぐらいの世代の人たちがもっとこう発信できるようになる素地っていうかそういう製品だったりそれがもっと投入されてくればもっとファンも増えるだろうしまあ僕,僕が考える以上にもう中西さんそ,のそっちのプロですからまあ当然もうそんなことは考えてるよってねうんなるとは思うんですけどもいやあ単純に個人的に見てみたいなっていうなんかそういうの。 うん、んそうですね、うん、高澤さん僕結構スタイリッシュな人だなと最初は思ってたんですけどそれこそ俺印象変わったのが僕ちょっと当日リアタイでは見れてなかったんですけどあの照山さんがぶっ潰れたあの日あったじゃないですかあれ、あのー、僕ちょっと後日、あのーはい、アーカイブを追ったんですけど。はい その中の高澤さ,さん結構暑くてそうなんですよで,熱いですよ何が暑いかっていうと、はい、まずそのカメラトークさんのチャンネルの中の,その生配信の中でも暑かったんですけど、うん、GH6 生誕祭行ってから行ってんですよねそうなんですよで僕生誕祭行ってたんですよあそうかそうかじゃあお会いしてるんですねおお会会いししたんですすけど<や>お話しする機会なくて、はい そっかそっか僕ドア玉から行ってて高澤さんとかエマークさんとかあ後から予定を終わらせてからいらしたんですよはいその時もいろんな方と僕話しちゃっててんかなかなかいろんな方にご挨拶行く機会がに恵まれずお話もできてない状態なんですけどはいはいそっかそっかでそこフットワーク軽く行かれてご実家が亀有っていうのがあるとかないとか関係ないなと思って。 うんうん、でそこ行かれてでそこでまたこう何て言うのかな熱い話もなさっててしっかりとそ,の、うん、あそういう話もできるんだじゃないですけどなんか多分だからそこは見せ方とかそういったものはある程度考えてはいらっしゃるけれども、うん、本質は多分同じでほんとカメラが好きで、うん、あの熱く語れば語る方だと思うんですね。ね<え>ただそれだとドン引きされちゃうしみたいなところはちょっと考えてるとは思いますよ。うんうん あの特にああいう情報発信というかその数字持ってらっしゃるじゃないですか、さえそれはある程度の戦略的な部分もあったりも絶対するわけでそれをぶっちゃけビジネスとしてやってたりもするから、うん、もちろんでも本質は、多分おそらく僕の予想ですけどね、はい、あの若いけどもかなりがちなクリエイターだと思います、中身は。 いやだからそこをね、はい、僕は僕の欲としては、まあ、一度もお話ししたこともありませんし面、はい、識があるわけでももちろんないんですけど、まあまあ、いずれねそのなんかそのルミックスという,う共通項で何か、うんまあ、お話しする機会に恵まれたりとかした時には、うん、あのどうにか引っぺがしてやりたいと思ってますけどね。 いやーもうねそれを見たい、<laughs> こういうその高澤さんだったり熊田さんだったりっていうトークを僕は家でで酒飲みながら見たいです <laughs> <laughs> あだから、あのーね、いずれ、ね、なんかそういう機会に僕はだからその数字だけで見るともう圧倒的な差がありますから普通で見ればなかなかその同じ土俵でおしゃべりする機会には絶対恵まれないと思うんですけど。いうん、いそういうのいの ああ、熊沢さんね、俺と同じ考えだ、それ。うん。いや、僕も全くそれ同じ考えで、はい、でそれみんな思いますよね。数字ある<や>ないは、やっぱ意識しちゃいますよね。はい。うん、僕、インターネット上の,あの登録者数とかフォロワー数とかって、戦闘力だと思ってるんでうん、うん。ぶっちゃけありますよね。はい。ね、じゃないと、インフルエンサーマーケティング成立しませんから。うん、確かに。はい。だけども、その、高沢さんの素晴らしいところは、 はい、すげえフラットなんですよねそこはあんまりこうなんだろう上からこう来ない方なんでうん,うんだから全然多分あの「あどうもケイスケです」っていう感じでいらっしゃいますよ多分でもそうですよね、うん、あのそれこそ、はい、テレマさんのね Vlog にご自身でされ,まよ、ね、れ見てそうあれ割と素が出てるじゃないですかあんな感じの方なのですごいいい方だし。はい ぜひあの、まあ、僕とかおっさんとかにもこうフラットに来てくれたりもするので、はい、ぜひですね年が近いから敬遠してしまうっていうパターン <laughs> あ,あるある、うん、それは若干あるかもしれないですねでも,、はい、でも音楽も一応共通項としてはあるのではい。はい、そうんな機会がもしあればね僕からしたら願ったり叶ったりというかうん、うん、それによってこう。 まあ話を戻すとルミックスのカメラが若い人にとってえよく働くカメラみたいなことも含めユーザーが増える足がかりに僕が少しでも力になれるんだったらもう僕はあの身を粉にしてあのやりますけどね要するに簡単に言ってしまうとまたおっさんがなんかつぶやいてるよみたいなのが悔しいんですよ <はい S 2> <laughs> ああなるほどそう今の ルミック僕の勝手なイメージだけども若い人があんまりこうルミックスの話題しないのはあなんかおっさんがつぶやいてるカメラでしょみたいなのがひょっとしたらちょっとあんのかなみたいなただ今今日熊澤さんとちょっと話す中で、はい、あそうでもないのかなっていうふうにちょっと思いました周りは結構若い人あのルミックス使ってますよとか結構分か,っ分かってる若手は意外と多いんですよみたいなこと聞いたんで。はい 勝手に僕があじゃあそういうイメージを抱いてただけなのかなとも思うしでもこう割と真剣にルミックスの未来を考えているユーザーのうちの一人といいますか照山さんが、うん、だからこそそこにこう敏感になられてらっしゃるというか、まあ、部分も多分あるんじゃないかなとは個人的には思うんですけど。いや ね、別に他のメーカーも僕もちろん好きなので、はい、あのルミックスをもっと盛り上げてくれっていうメーカー視点とかの話じゃないんですよ。はい、そうじゃなくて、はい、熊澤さんがね、はい、シャッター角度がついてるよとか、はい、フォーカスリング制御のリニアノンリニアあるカメラなんてないよねとか、はい、カラーバー出ちゃうんだよとか言ってるじゃないですか、はい、そういう部分なんですよそういう部分がぶっ込まれてるカメラ、うん っていうのってないよねっていうのをもっとこう周りに知ってもらいたいってただただそういう欲求があるだけなんですよ。あのオッサン視点で語るよりあのもっともっとこう若い世代のもう本当中西さんと同じぐらいの世代それ以下の世代の人たちがもっと語るようになってくると面白いなって個人的に思ってるだけで別にメーカー視点とかとかそういう感じでは全くないです。でもやっぱユーユーザーとしてえファンとして やっぱ漫画とかもそうじゃないですか面白い漫画あるんだけどなんでみんな知らないんだろう読まないんだろうってそれだとそうなんですこんないいカメラあるのになんでみんな使わないのっていうとこなんですよそうだからそ,だっぱりそれに近いと僕はやっぱ思うので、まあ、いろんな方が発信してて、まあ、そ,れそれこそ高澤さんもハマって使ってらして。 でまあ、僕はわり、あのー、とこう照山さんとか鷲見洲音さんとか割とこうオタク路線というかマニアック路線というか、えー、そういう路線でペラペラ喋ってるだけなんですけれどもいいと思いますあ<の>そういう立ち位置に熊澤さんがいないと <laughs>、はい、そこに誰もいなくなっちゃうので,、はい、でそこをあのー、こうずっぽりえっ、ー、と喋、はい、る立場でこれまでも そしてこれからもずっとやり続けたいので、もうそこはもうちょっとガーッと、あの、はい、喋り続けて。で、ポップなところは、ポップな、えー、と方が喋ってくださると信じて、僕はもう、あの、照山さんにお褒めいただいた、あの、シャッター回角度についてずっと喋っていきた、だ <laughs> と思ってるんですけれども。いやー、面白かったですね。<laughs> かなりシャッター角度について熱く語ってる こう若干30歳の方って見たことなかったんで <laughs> 本当ですか <laughs> まあ業界ではいるかもしれないですけどねそのガチであのただシャッター回角度今フィルムカメラ以外で、まあ、あるのか今ありとかそうかよくよく考えると、うん、アレクサとかそうなのか、はい、レッドもどうなんだろうレッドも多分そうだと思います選択できると思いましたらね、はい、シャッター角度を使えばシャッタースピードというものを考えなくてよくなるんですよ まあちゃけ簡単に言ってしまうとうす、はいはい、すごく簡単に言うううととそういうことですよね、うん、もうどんなフレームレートでも180度だったら180度なのでそれはフィ,ルムカメラフィルムの動画カメラというか、はい、あの使ってきた人間だとそういう理解をしてるんですけれども使ったことない人にとっては、はい、え角度って何シャッタースピードの方が分かりやすいっていううにはどうしてもなってしまうと思うので。 うん、それはまあ使いたい方を使えばいいと思うんですけれども、うん、はい、だそういう部分をですね、はい、クワザワさんの立ち位置から面白く話していただければいいんじゃないのかなと、はい、はい、個人的には楽しみにしております。そうです、ね、丸パクリして喋ろうと思います。<laughs> <laughs> ぜひそのあたり掘り下げていただきたいところ。あとね、僕純粋にこうカラーバーがはい、ちゃんと 1K 乗ってるとか知らなかったんですよ、はい。あ、本当ですか？ちゃんと12デシ、うん、18デシ、20デシで、まあまあ。 よく使うのは18でしかなって個人的には思ってるんですけど、まあ、出てしかもレック回して両方記録できるっていう内部記録い,いいですねそういう18121820、はい、どれ使うみたいなね、はい、<laughs> こういう話題なかなか、まあ、30代でしてる人いないと思うんですよね。<laughs> <laughs> まあ音楽扱うから VU 扱う機会も多くて VU のキャリブレートは18が一番いいんじゃないのみたいな話とかまあまあそういういのもあって VU とまあまあう,う v U と世には対応させるとしたら相当,、はい、相当としたら 18dB だよねみたいなね、まあ、はい 18dB で 0vu みたいな 0vu に合わせるといいよみたいないいじゃないですかそういう話題、はい <laughs> ななかなかデジタルになって難しいですよねどこが基準でどこがピークなのかっていう考えがなくなっちゃったのでそうそうもうゼロはゼロになっちゃってるじゃないですかそうなんですよだからゲインステージングっていうまあ考え方があってある程度大きめに撮りたいけど、うん、マイナス 10dB ぐらいで収めておくとあと編集でまあ一番ヘッドルームも残ってていいよみたいなのが最近デジタルだと定説だったりすると思うんですけど。 なるほどそうなんですねまあ音楽の業界だとそうなんですけど、うんまあ、そこら辺もいろいろ神話があり,、まありそうですよねありますまあそもそも入力してくるダイナミックレンジンによって本当にマイナス10でしは正しいのかっていう話にもなってくるんであなんかあの映像のログガンマの話に似てんな <laughs> あかなり近いと思いますね <laughs> あのオーバー気味に撮っといた方がいいよとかねそうなんですよそうそうそうあ、ね、あの美味しいおいしいよねっていうおいうんうんしいよねみたいな結局あだからちょっと 最後閉めてる最中に恐縮なんですけど GH6 って24ビット対応したじゃないですかいやいやはいはいあれを喋ってる人がいなくて確かに大体ねもうマイク気にされてる方であれば XLR アダプターを使ってらっしゃると思うんですけど普通に 3.5mm のミリジャックのマイクを使っている人もいると思うんですよ,で,すよ、ね、えでもそれでも24ビットですよね今ねそれでも24ビットですうんこれってやっぱものすごいことで 純粋に、うん、あの S/N 比上がるのでいや僕ね驚いたのがはい僕の G/H6 の作例を今出してるんですけれども、はい、横浜のはい、はい、再見してます一番あありがとうございます、はい、一番最後 MKE600 で、はい、あの海に向けてあの、はい、夕日を撮ったんですよあ,ありましたですね。 で船がゴトゴトこう通り過ぎていくのが取れてたんですけども、はい、音楽がなくなってゴと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 ってあ,そ、ね、あのちょっと港の音が出てくるんですけども寂しげなというかあれ結構持ち上げてるんですよあそうなんですねあのボリュームを、はい、だけども通常だったら「さあ」みたいな感じになるところがならなかったからえ MK600 をえっとえ ミリでつないででいるってことですかそう、あの専用の、ゼンハイザーの専用品があるんですけども、はい、3.5ミリジャックに、ありますねそれでも全然、うん、綺麗に、いつもの僕の感覚から言うとですけどね、うん、ダイナミックレンジが映像と一緒ですけど、あ16ビットで96デシ、24ビットで144デシベルぐらいあるんですよ。 幅があったことです、はい、ダイナミックレンジがそれぞれ<で>一気に上がるってことですよねもう格段に上がってで人間の聴感上取れるダイナミックレンジって 120dB ぐらいだよなんて言われてるんですよねそれ以下にノイズを抑え込めるんですよあの理論的に言うとうんうん、うん、なるほど、はい、だから、あのー、薄く入ってて持ち上げてもやっぱノイズに強くなるのはやっぱ2 4ビットなのでうん、うん そこの優位性を話せてないんですよねまだ僕じゃあぜひあの今度は GH624 ビート太陽がいかにすごいかっていうのを、ねはい、どっかでしゃべってたら、はいただきたいと思いますけどねよろしくお願いします <laughs> しゃべりますとか、ま、熊澤さん、はい、もう11時になりますよああそうです、ね、これでえ3時間の大台に乗りそうなので、はい、<laughs> 3時間にだけ乗せておきます <laughs> いやでも本当にあの突然の誘いにもかかわらずあの気さくにあの答えをいただいていやこちらこそでございます,います本当にもう何度も言うようでございますが本当にお声がけいただいたことが光栄でございますいやもうこれであの僕思い残すことがないのでいやいや<え>まだあの実際に対面してお,お話しするっていう機会がある、ね、<laughs> そうですねどこかであればすごくう嬉しいので、はい、ち,ちょっとあのいろいろな企画 等もですね、僕はあの変、はい、わらせていただいているので、はいまあ、その中でもしお会いする機会とかもあればぜひ、はい、今後ともよろしくお願いします、ね。こちらこそでございます。こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございました長い間。いや,いやこちらこそ本当にあのお付き合いいただきました。<laughs> ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。 はい、ということで、あのー、3時間ぐらいですね実は熊澤さんとは話していてまあお互いマニアックっていう部分があるのかもしれないんですけれどもまあ実際に話してみてあやっぱりなんとなくこう似てる部分が結構ある方だったなと思って。 えー、ついついちょっと長く話してしまったんですがで熊澤さんってミュージシャン出身なんですけれどもこう前半と後半に音楽が BGM が流れていたと思うんですがいつもあの熊澤さんの YouTube で毎週日曜日かな「カメラジ」っていう、まあ、このしゃべりきりレディオと同じようなラジオ番組風のものをやられているんですけれどもそこでいつも流れている BGM なんですよ。 であれももちろん熊沢さんが作曲してるんですけれどもあの BGM 僕すごい気に入っていたのであの熊沢さんに是非あの今回 BGM として使わせてもらっていいですかって、ね、あの断って、えー、と最初と最後にちょっと入れさせていただきました。 はいといいととううことででか、えー、かがだったでしょうか、まあ、前回の隅ずんさんの対談に引き続きなん、まあ、とか削ってもやっぱり1時間40分超えてしまったなっていう長い内容になってしまったんですけれどももしねこの今の僕のトークを聞いているということは多分最後まで聞いていただけている方だと思いますので、えー、本当に、えー、今回は最後までまた聞いていただいてありがとうございました。またたこうういいったあのゲストトークというのは 引き続きやっていきたいと思いますのでまたの機会にぜひ聴いていただければと思います。ということで今日はこの辺りにしたいと思います。アキラックスでした yeah,